今回のホームはサーファー塩の塩姉ペア。決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦、ペアパチンコバトル第5章リーグ最終戦、バトルスタート。おはようございます。無双とさ、うん、俺ちょっとヤマト見たくて、あー無双かな、無双かな、これは。はい、ちょっと何ですか。いやいや、あ、まあまあ、丸ですから我々、はい。無双だ、無双、早く早く、ハリアップ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 。じゃあこれこれ、これはとりあえず2台、これ大きいのよ。ああ取られちゃった。あ、俺ね、このぐらい行きたいと思う。 65%、 うん、239どう。はい、大当たりと大当たりの間で球を増やすっていう。できますかね、私。できるできる、うん、誰でも増える。ああ、じゃあはい、我々チームは、はい、アニマルパラダイス、はいね、というちょっとマニアックな機種から攻めたいと思います。ミドル、はい、ミドルというか239タイプですが、はい、固めでいくのも手だと思う。なるほど。2人でガロ行くと1人しか出せなかった場合がちょっと怖いから、ね、そうですね。さあ、じゃあそういうことで、はい、今日の作戦は、はい、丁寧に打って相手より回る台を打つ。なるほど。で、当たりを取っておけば、はい、そんなに大負けない。1万発プラスだったら2人で、はい、5000、うん、十分、十二分に狙える機種だから。ダメですか。ライトミドルスペックの CR アニマルパラダイスを打つ兄貴三橋ペア、意表をついた大チョイスだが、果たして。で、こういろいろ出てくるでしょ。はい、あ、これチャンスは良かったんじゃないかな。結構右の方に来ましたよ。ここで三橋にタリタリシンチャンス発生、ね、当たれば ST 突入濃厚演出。三橋チャンスをものにできるか。俺この辺り見た、止めろ止めろ、まずかざすの。あ、かざす、あれ、あ、ここじゃない、押して押して、ほら、お、当たった当たった、おめでとう。ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。すごい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 。よかったよかった。おいおい、3、オッケー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 。ありがとうございます。さすがに。いやー、今シーズン負けてるからね。そうですね。ここで。これは基本的に ST タイプです。はい。ね。ST だから、まず最初の当たり取った後に、その ST 中に当たりが取れないと終わっちゃうからね。はい。ね、はい、はい。ただ、はい、ただ、はい、ただ、この ST 中に球が増えるというのがポイントだから、スルー通る、開く、抽選する、はい、で、2分の1で小当たりです。当たらないね。これ2分の1で当たるんだけど、あ、これでオープンオープンオープン、ね、これで球が増えてきます。これの繰り返しで、約だけど1200個くらいが増えます、はい、120回転で。今600個だから1800個くらいまではいく。あら、嬉しい。ただスルーが通らないと厳しいけどね。あ、なるほど、うん、そう、アニマルパラダイスは小当たりの連続で ST 中に球を増やすタイプ。その ST 中に大当たりを引くことでさらなる出玉を見込めるが、1ラウンド当たり、いや、すごい、よかったです。ただ当てないと終わっちゃうからね。そうですね、なんかそんな感じですね。もう69だし。ただこの ST120 回転で、あ、増えましたね、うん、大当たりの可能性は、115分の1約だから結構厳しい。なるほど。ただ私の希望からすると5連ぐらいしてほしい。5連、分かりました。三橋、ね、兄貴の期待を一身に背負うが、あらー、割ってしまいました。せっかく入ったけど ST する。とりあえずじゃあもう一回、うん、はい、かわいい、かわいい、かわいいですね。かわいくないですか。もしかしてストライク、これ、この機種。え、いや、ストライク、ストライクかどうかはわかんないですけど。
とまったりアニマルパラダイスを楽しむ2人。なんかすごく不安なんですけど。さあ少年、はい、やってまいりましたよ北斗無双。なんか今日マルヒで良かった気がするね。よね、若干 ね12時オープンだし、そうそうそう、ちょっといいのかなって思いましたね。なんかアニキさんもね、早く選べみたいなプレッシャーがね、来たんで、ちょっと打ってみましょうかね。はい、はい、やってみましょう。北斗無双からいきましょう。決勝トーナメント進出に向けて新北斗無双を打つ塩野塩姉ペア。すると塩野の台に動きが。あ、北斗無双、俺これ初めて揃ったんだけど。4兄弟、4兄弟、全回転いかないから4兄弟狙って。血縁だとね、いまいちなんですよ。これあるんじゃないの。ご覧ないね。ない、ご覧だもん。まあまあまあ今のところないよ。あら、これはでもしょうがないね。まあこれしょうがないです。まあ仕方ないっす。まあ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 、あっさり外れ。あ、いた海。え、2、3、9あれじゃないの、ジャパン、アニマルパラダイス、アニパラか。レコちゃん当たってるアニパラで。うん、まあガンガン移動していきましょう。 すごい回るわけじゃないなら。おーしようね、今日はなんかやっぱり防衛士だけに男らしいね、発言が。関係ある。早くも大移動を決意した2人。向かった先はすごいですね、ガロはめっちゃ金ヤマト出すから。金ヤマト、金ヤマトね、まあ、あるよ。なんとライトミドルの宇宙戦艦ヤマトオンリーワン。これ2人がただ単に打ちたいだけじゃと思った。打ち始めわずか5回転。ステージに乗んないんだよ。あ、緑保留当たった。緑保留、緑で当たった。あれ、これあれじゃん、ワンライナーの確定のやつだ。そうです、そうです。いや俺これ当たったことないんだよ、ほとんど記憶がない。艦長リーチのワンラインは信頼度約 90%。 まあそう簡単には。ワンライン、あ、違う違う、あれ、ワンラインだよね。あれ、ワンライン当たりでしょ。多分これ復活するのかな。復活すれば入るよ。そうですね、三強は。え、ワンラインでしたよね、今。あ、来た来た来た、すごい、入りは復活だから。ほら、見たか、ワンラインすごい、初めて見ました。俺も初めて。すげー、まあまあ、しかも私ヤマトでの復活初めて見ました。いや、まあまあありますよ。60連。いや、まあ軽く40連ぐらいしとこうかな。かっこいい。塩野見事復活大当たりで ST 突入。継続率約 90%。 塩野40連やるのか。おい、いやー、ヤマトいいな、やっぱりいいな。超簡単じゃないですか。簡単ですよ。キス、キス、よし、あ、俺、キスはね、なんかね、平気な気がするんだ。よいしょー、あ、しかも多いラウンドだ。11ラウンドでございます。 V コンボ、やりました。 V コンボ、 V コンボ。あのね、20、30連か40連超えるとね、イスカンダルに到着するんだよ。昨日30連したけど全然分かんなかった。多分40連で地球に帰還するの最後。そうなんだ。それをお見せしたい。あー、やばい、来た。でもシャッター赤、赤 80% ぐらいある。4連目で早くもピンチ。赤扉だが本当に大丈夫か。あ、マジか。マジっすか、マジっすか、マジっすか。塩野40連より一桁少ない4連で終了。
もうノーコメントです。意気消沈の塩野を尻目に続いて塩根の台が、あ、ブルってしたから、あ、赤堀を来た塩根、私も私も、いや、やるな塩根。まあここはね、白でも赤でも激アツ来い、ヤマト魂、まあ、あ、これはでもトリプルで、これシングル来たら、お、あ、あ、はいはいはい、ダブル、先ほどの塩野と違い期待度の低いダブルライン、塩根ピンチ、ここで当たっちゃう、2でいいよ、おー、当たりました、よかった、あんたよく当たったね、これよかった、外れフラグかと思った、これそれねじ込んでよ、入れたいな、もう結果は決まってますけど、いけ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 、おー、おー、いった、すげえ、さすがやりました、さすが塩根、じゃあ私が代わりに、塩根代わりに60連を、いやいや塩根ダメ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 、なんで、あの10連平均でいこうよ、ラッシュに突入した塩根、目標を10連と定めるが、イジさん、あ、13ラウンドランプついた、よし、ドーン、やれました、たまにたまに大きいのください、たまに、そうね、3回に1回ぐらい大きめのが欲しい、9ラウンド、いいね、3回に1回大きめのくれるのが嬉しい、超楽しそう、まぶしい、一緒にやりましょうよ、まぶしい、やりたい、俺もやりたいやったけど、やったけどね、あー、なんか俺の息が詰まる、俺見てると俺ありがとうございます、一気一憂していただいて、本当に乗ってきた塩根はさらに忙しくて、何座からだったか忘れちゃった、今 1で11ラウンド、いや塩根すごいわ、そう本当に3回に1回大きめのラウンドが、え、当たったじゃん、え見てました、見てました、見てました、赤カットインでしたよね、赤カットインです、えい、山本たまにはやるじゃねえか、たまにはやりますね、入ってきた、そこになんと不意に塩野も大当たり、いや完全に油断してました、はい、お、あ、熱いやつじゃん、 60% ぐらいある、絶対来る、絶対来る、絶対、絶対来なくないですか、あれ、うわ、初めて見た、ST を逃した塩野、そして塩根、迎えた10連目、あー、やばい、あ、赤がしあった、私も、いやね、赤赤、引っ張る、あら、塩根、終了の大ピンチだが、よーし、セーフ、よかった、あー、汗かいてきた俺私より楽しそうですね、姉さんでも10連超えましたね、やっぱ20ですかね、10超えたんで、多く出ましたね、ピンチを乗り越え大きなアドバンテージを手にした塩根、どこまで出玉を伸ばせるか、一方兄貴三橋ペアはその後一向に当たる気配なし、大移動を繰り返し投資を増やしていく、いやーリーチが弱い、からの発展ないか、ない、はい、一個ずれ、はい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 、やさぐれ気味の兄貴は置いといて、モモキュンソード3を打つ三橋の台に動きが、
緑もね全然外れて、おお赤になった、おー赤当てとけ、桜、え桜、おー桜熱いぞ、当てとけ当てとけ、当てましょう、これは今日当たらない日みたいだから当てといて、これ行きそうですね、なんと桜柄五流発生、ここは是が非でも当てたいところだが、やけ物落ちた落ちた落ちた、よっしゃどうしよう外れたら大パンしてやれ何これ何これ、これがスーパーライブリーチに発展、しかもライン数が4ラインなので大チャンス、いやしこれはさすがにもらったか、え外しました、おめでとう、すいません、いいよ、やっちゃったな、やっちゃった三橋をよそにアニマルパラダイスを打つ兄貴に大チャンスが、激アツ開け、開いた、今日やっと今日一のチャンス、保留玉変化なし、うわダブルなだけだな、激アツなの本当に、これスリーラインはそこそこ期待できますよ、できますよできますよ、ダメだ、あ北斗の剣打てそうなら、もうだってこの台も最後でしょ、そうですよね、打ちたいな、打ちたいでもなんか早くも追い詰められ北斗の拳6剣王に移動する2人、みんな回らないからやめてるね、決勝進出に早くも暗雲がでっかいの結構引いてるもんね、ちょっと微妙に大きいの、あ、13引けた、おー来てる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 、一方絶好調の塩根は13連目も継続、かつ13ラウンド大当たりと一気に出玉を増やす、5秒ぐらいが一番長いのよこのライで、すごい楽しいんですけどね、楽しいですけど、あんまりなんか喜んでないのは必死、図柄覚えてられない、なんかでも俺ねヤマト打ってるとね、仕事じゃないみたいな楽しんでるってことじゃないですか、普通にこのホールに来て打ってる感じがするあ13ラウンド、もう十分じゃない、16がね、そうなんです、つかない、だってもう表記で一番バチもうそろそろ行くんじゃない、そうなんですよ、意外と振り分けはいいんですけど16はつかない、次だそれ疲れちゃいますよ、60連したら死んでそうですけど、ね、偶数は怖い、これで18連、このまま20連達成と思われたが、あ来た、5が見えた、今来た、まあ、いやいや19連しようね、残念ながら19連でラッシュ終了、しかし十分な出玉を確保、19連でした、20連したかったけど、まあでも十分、まあまあだな、まあ見てこよっかな、上にないから持ち玉ないってことかな、うん、ここパーソナルの島なんでそうだと思います、あよし逃げろ、塩姉に続きたい塩野は129回転、シャッター緑で公開レシア赤でギブレッカータイパーを20秒魂か、あーウォーニングだった、激アツ、おーい、よー、あー
激アツよ。激アツ多いから金ヤマトですか。やりました超熱い。それは関東それは取りたいですね。いやこれはちょっとやばいよ外したら。うん、館長激アツ多いからの金ヤマトはちょっと外したらやばいです ね。金ヤマトは結構ちゃんと当たる気がするんだよ。金ヤマトも確か 80% ぐらいあるはず。そんなに。そんなにです。うわ熱ー。まだ入んねえのかよ早く入れよ。大チャンス演出のオンパレード。リーチは若干弱めだが果たしてカットインあれば山本さんも入れますよ。まあまあでもこっからですからね。これで入れて10連超えたあたりで初めて笑顔が出てくるよーし。あまただリベンジリベンジリベンジ。やめてくれ。しおれ見ないで。見ないでって結果わかりますから大丈夫。ブイってブイってなりますから。2回も連続とかないですから。シオの前半戦終わりに再度ラッシュ突入。やったぜ。こうやって見てます。ポテトくん。スケバ。ああ、び先にブルッと来た今。ああ、ブルッと。危なかった。何ですか。もう 5が光ると5ばっかりついてません。もうドキドキしてダメです。順調に大当たりを重ねる塩野。しかし5ラウンド大当たりが続きややお疲れ気味。そして迎えた5連目。てめえ5がついてる。やってた。いやこれはね試練だよ試練。耐えないと耐えないと超えなきゃいけない試練だ。赤タイトル赤タイトル。これは神様が与えた試練。しまれしまれ。おお乗り越えた。危ねえ。もう終わった画面今俺すげえイメージできたもん今。乗り越えましたよ。よし16。おおすごい。スムーズに通って16。あーやっぱりちょっと来てるな今。ピンチを乗り越えた塩野は7連目で待望の16ラウンド大当たりをゲット。これでさらにお 16?2 連続すげえ。マジで上手やりました。俺初めてだ16。2回は2連続はすごい。緑保留。秋保留になった。よだれ垂れた今。よだれよだれ拭いて拭いて。うわーこれあっちいやつだ。あ俺も今赤テロップ。おお赤テロップ。喉が痛い。もう最強リーチもう私も多分大丈夫だと思う。こうなったらいやもうできすぎですね。16ラウンド2回とか。えいやりましたよしこれで入ったら嬉しいな。もう一回いけいけいけ。あーダメだ。みそぎみそぎみそぎか。これがみそぎです。いやできすぎだな。あと20分ぐらい。あと20分しおねえ2度目のラッシュ突入はならなかったものの2人合わせて1万発の出玉を確保し前半戦終了となった。はい、それじゃあ後半戦も北斗69マックス系で攻めたいと思います。あと変な当たりを引かないように頑張りたいと思います。変な当たりが先に先行すると嫌だね。嫌ですね。ありがちなので結構さうちらこの番組で打ってんだよね。そうなんですよ。であれ引いちゃうんですよね。後半戦北斗の拳6剣王を打つ兄貴三橋ペア。
大当たりに怯えながら打ち始めると、編成来ないかな、あ世紀末の方だ、やばいぞこれ。宮橋さん、やっぱり小当たりの方かもしれない。見ちゃいました、まだ分からんけど。さあ上がって上がって、お上がってるぞ、1か30までいかない。はい、小当たりが先でした。大当たり、小当たり、おお小当たり、小当たり、あらよろしいでしょうか宮橋さん。はいはい、4万円目入りました。わ、小当たりを引き、投資がかさむ一方の2人。あと3万円でやめられる、これダメなやつや。カウントダウン。はい、後半、はい、後半戦ですね、始まりましたけど、ちょっとね、周りの方はちょっとね、回転率には若干の不安を抱き始めていますが、現状としてはうちらのチームの方がそうだね、持ち球もありますし、ちょっと浮いてるし、あちらちょっと苦戦してるようなので、はい、そうですね、はい、まあなんとか飲まれる前に一回大きいのをね、そうですね、はい、あとはちょくちょく見に行きましょう。はい、わかりました、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、まあ投資行ってないんで、お互い個人収支プラスにしとけばいい。そうだね、あ後半戦も引き続き宇宙戦艦ヤマトオンリーワンを打つ塩野塩姉ペア。すると早速塩野の台に動きが。緑シャッターから俺は、あ、金だ、金文字、どれだ、いやーこいつはよく外すな今日は。これカウントダウンいる？いつも思うんだよね俺。特に金文字以外大チャンス演出は出ていないが、果たして。おお、当たったじゃないですか。本当皆さんすいません、俺本当絶対当たらない。カウントダウンいるでしょ。早いな。けけけけけけけ、あラッシュを逃した塩野。しかしその後、修行ですな、修行ですよ。あ、バカモン出た、熱っ、もう右打ちしていいかな、波動砲用意だからもう、ね、右打ちしていいっすね。あ、でも無駄玉になるんで、いやいや、まあ、真ん中ですね、波動砲リーチの中では。じゃあ金もこれ出せばいい。あーれー、いくら、あー、いっちゃった、やばいな、外しちゃった俺。バカもんはな、しおれ何やってんだよ。私は何も、しおれ当てないからプレッシャーかかっちゃってたから、こっちの場合。だってって言ってもそんなハマってるわけじゃないのに。右打ちしちゃったじゃないか。大チャンスリーチを外し、揉め始める2人。そんなんで大丈夫？当たらんね。当たらないですね。えい。とりあえず小当たり以上確定です、また。小当たり以上だからね、まだ分かんない、ね、20のままだと小当たり濃厚。はい、2回目小当たり、おめでとう。楽しいな、楽しいな、パチンコ北斗は楽しいな。お、転生来い、転生、あー、またこっちだ。はい、小当たり3回目、400分の1、3回。小当たり地獄に悩まされる兄貴。神様、どうか兄貴にご慈悲を。まあ、知ってたけどね。宮井さん、楽しいかい？楽しいです。あら、よかったね。あ、違います。ごめんなさい。真ん中に線が入ってる。またやってるってことだ。そうそう、400分の1の小当たり。なんでこれ引いちゃうんだろう。だけどあなたは北斗好きって言うじゃない。だって楽しいんだもん。チラチラ回り込め、ダダ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 、ゼロゼロです。兄貴怖い目が。あいつら、あいつらみたいな目をしてた。雰囲気最悪な2人。諦めかけたその時、兄貴の台が。
不意にレインボー背景出現って兄貴気づいていないんです？えい、あ、緑だ。おお、緑からのキリン。キリン熱い？キリン熱い？熱いですよ。お、当たった。おめでとうございます。やっと当たりました。ついに核変に突入した兄貴、今までの負のオーラを振り払えるか。まさかね、まさか。大丈夫でしょう。さあ、流れ星流れて復活。あっちゃー。はーい、4ラウンド表示ですね。大ピンチに陥った兄貴、もはやここまでか。大きくなって、おお、ケンちゃん来たよ。ほんと大変だ、この台出たまとめ。頼むよケンちゃん。なんと相手はジャギ。何かしらの大当たりは確定しているが。おお、避けた。おお、やっとなんか出玉が取れた感じ。はい、兄貴、引き戻し成功からの16ラウンド大当たり。いやはや、こちらが焦りました。やっと、おめでとうございます。トンネルを抜けることができました。素晴らしい。おお、来た。助かる。でかい。いやー、こうなれば楽しいですよね。今日の星はどこだっけ？ウィングさん。いいホールだね。饒舌になり乗ってきた兄貴はさらに。はい、おー、いいね、いいね、頑張ってるよ。これで16ラウンド大当たり3連続。もう出し続けるしかないですからね。これピンチです。かなりのピンチ。復活あるかな。ないね、流れ星もない。いやー、ちょっとピンチですよ今回。生き残って、セーフ。破滅しちゃいましたけど、内部的に入ってます。よし、頑張るぞ。辛くもピンチを切り抜けた兄貴は、お、7点いただきました。7点なので16ラウンド終わって、久々に来たよ。そういえばこんなのもあったなって。さあ、もう一個。はい、ありがとう。まぶしい。さあ、来たよ。乗ってきたね。ここまで来れば一安心。何箱？ 1,2,3,4,5,6 箱。1万発すごい。5回の16ラウンド大当たりで一気に出玉を伸ばす。奇跡の大逆転なるか。良かったですね。水木3連発。まあやっぱりね、こういうもんですよ。初当たりは軽いものの、なかなかラッシュに突入できない塩野。しかし、なになに、ギジさん、
7点あら何喋んないですか。俺もびっくりしたの、あれ赤いなと思って。大チャンスの七つ柄テンパイ発生。もちろん当たればラッシュ突入濃厚だが、果たして。でもちょっと足りないので、ちょっと7点差がなかったらちょっと。いやいや、しばらくでもさ、冷静に考えてみて、天下の7点ですよ。さあ、ついちゃん、ほらもう頭きたもん。でも復活も同じ意味合いだから、行かないで行かないで行かないで。ああ、いやー、なんか骨身にしみるな。台に振り回される塩の、今日はもうラッシュ突入は無理なのか。あ、赤タイトル、赤テロップ、赤カットイン、これは大丈夫。よっしゃ、ありがとうございます。あとは入れるだけ。また本日4回目。シオ姉はトイレ休憩中。シオの今のうちに男を見せてくれ。よーしゃー、やりました。塩の再びラッシュ突入、前半戦の再来なるか。あー、ブラブラ。3ラウンドです。あー、やべ、嘘だろ。うわー、せっかくのラッシュは4連で終了。これにはがっかり。今しようね、トイレ行ってるんですけど、なかったことにしてください。うわ、お、怪げんな顔してるな。目が悪い。目が悪いのか。後ろに3箱、4箱ですね。まずいよ。で、まだバトルモード中。ここはバラエティ。ライトのバラエティ。ライトだね。ここで2人は状況を打破するため難易度を決意。あ、これいいや。上手？ああ、まあ結構入りやすいのよ。66個あるから。じゃあ打ってみましょうか。さあ、これで1000玉ぐらいな、上乗せできれば。アマデジのジョーズで出玉上乗せを狙う塩の塩姉ペア、作戦は成功するのか。スタンバイしてる。あ、タイマーは熱いです。赤はいいね、タイマー。あ、これは、あ、絶叫なんちゃう。絶叫カットイン、これ熱い。あ、激闘、赤赤。あ、これも当たりじゃない。当たりの時に、当たりのタイミングってことですか。多分そうだと思う。マトリーチアップしました。これが、あ、これが一番熱いやつ。あ、最強リーチで、上手襲来。えい、当たりました。後半初めての大当たり。いや、よかったよかったよかった。アマデジらしい早い初当たりをゲットした塩根。すると塩野の台も。お、熱い熱い。赤おる、熱い。デンジャーの帯があってあるから。熱い。二段構え、シャークアタックかける3。ケン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 、すごいド派手ですね。おお、サメグングン、軍のチャンスアップ。随分ド派手、本当に。あ、熱い派手ですな。おお、熱い熱い。トラ柄。うおお、大チャンス演出のオンパレード。これ以上ないですから、これで当たってもらわないと困るレベルだが。
2人で右打ちをやっとやるぞ。決勝トーナメント進出に王手をかけた2人、上手でリーグ戦有終の美を飾れるか。いやまたピンチの連続、しのげ、流れろ、流れない。いやちょっとこれきついね。ここ今のところ私の目が確かであれば終了濃厚。残念ながら兄貴は出玉なし含めて9連で終了。で出玉が約まあ1枚先発もうちょっとあるか、115ぐらい。よく頑張った。一方後半戦全く見せ場のない三橋、久しぶりに SP リーチに発展したが、お願いします。割れるか。割れない。そして5枚目で、過去にケンちゃん帰ってきてくれたことあった？まれに。まれに。はい。もう午前様でしょ。帰ってくるのいつも。夜遊びしすぎなんだよ。もう楽しんだね。いやいや、私まだ楽しい部分が味わえてない。そっか。もうこれ最後かも。行けよ。そうだよ。もう最後だよ。もう三橋さんとパチンコ打つのも最後だから。いや、それはまだあるんじゃないですか。いいよもう。皆さん辞退してもいいからね。意外といいやつなんですよ。ケンちゃん。はい。あ、じゃあ待て。うん、思う存分。はい。残り時間あとわずか。果たして三橋のケンシロウへの愛は番組収録中に伝わるのか。見てみましょうか。ギリギリで4ラウンド大当たりゲット。セグは、あ、このセグは格変だ。そっちは関係ない、あんまり関係ない。とりあえずリーチかかればいい。失意の三橋、でもあのセグあれでしたよ三橋さん。あーミーボー、あーミーボー、よし打つぞ俺も。ちょっと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 何してるの。やったね、愛は通じたね。三橋の愛がついにケンシロウへ届いた。でも遅すぎません？ありがとうございます。やったよケンちゃん、おめでとう。ありがとうございます。ケンちゃん、あれまもう絶対にもう終わると思って今トイレ行ってさ、帰ってきてコメントして終わろうと思ってたの、はい、ケンちゃんが帰ってきた。ケンちゃん帰ってきた。いやー、やっぱり信じるものですね。ケンちゃん気合だ。ケンちゃん気合だ。ケンちゃん気合だ。頑張れ。誰相手？サウザー？ウイグルです。ウイグルになんか負けるわけないじゃん、ケンちゃんが。ほらケンちゃんが負けるわけないじゃん。負けるわけない、負けるわけないよ。え？
あ、ほら流れ星流れた。来るよ来るよ。あれ来なかった。三橋、お前の愛は重すぎる。はい、ということで、ケンちゃんも一時帰宅しましたがまたふらりと遊びに行ってしまいましたので、ここで終了したいと思います。また第6章でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。おっと、おお。一方、塩姉は2連で終わってしまったものの、塩野は確実に出玉を伸ばし続ける。うわー、勝利でかでか、ほんとだ。おお、よくこの辺がよく意味わかんないんだよ。この辺がよく意味。これが普通なんだよね。ああ、はい、ソニックは即当たりだから。と、あっという間に6連達成。さらに引き戻しでラッシュに入った塩姉も、おー、赤保留になった。うわー、復活つないのかな。赤保留、おー、よかった。いや、あんま外れないわ。よかった。それが出ないとな。赤2個、赤3個、おお、当たった。89回転ギリギリ、90回転までです。そうね、あと30分だから、はい、ここ伸ばしてほしい。プレッシャー。その後、塩姉3連、塩の6連でフィニッシュ。安定した立ち回りで実戦を終えた。塩野さんも言ってますもんね。はい、最後は珍しく雨で締めましたね。いや、でも良かったよね。うん、移動して良かった。塩野も何発ぐらい？これでちょっと増えました。結局1000発ぐらいは最終的には当たったしね。増えたし、当たったし、なんか初めて作戦がうまくいったような。そうですね、雨を打つ作戦が初めてうまくいきましたね。まあ、あとはね、一応プラス中止は獲得したんで、あと勝てるかどうかっていうところですね。そうですね、はい、相手チーム次第。はい、はいはい、じゃあエンディングお楽しみということで。はい、はい、エンディングお楽しみに。お疲れ様です。これで約5ヶ月にわたる第5章リーグ戦が全て終了。決勝トーナメント進出はどのペアだ。実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。いや、疲れたよ疲れましたでもね、最後やってくれたよ。もうね、ケンちゃん帰ってこないから諦めなさいって言ってたの。最後に帰ってきた。お、待ってました。よかったね。でもちょっと一時帰宅でしたけど一時帰宅ちょっとすぐまたなんか忘れ物を取りた感じ。あ、そういうことじゃあうちらは1万発ポイント以上で勝たないとちょっと厳しい。そうですね、わかりました。はい、わかりました。ね、はい、じゃあ結果の方見ていきましょう。はい、じゃあせーのでフリップを、はい、せーの、じゃん。はい。はい。ひー。惜しい。惜しい。惜しい。紙一重ですね。たったの1万5千発さ。紙一重。いや、最後ね、30連する予定だったの。はいはいはい。で、何連だったの結果。引き戻してからすぐ終わったの。すぐ終わりました。はい、でもちゃんとすぐ素晴らしいですね。そうなんです。で なんとかその予定通りで。そうなんです。珍しくアマに移動したのが成功して。もうこんなことないよね。いつも失敗するんですけど。今日はもう完璧でしたね。はい、この結果を受けて最終的なリーグ戦の結果はこちらとなります。はい、はい、こちらですね。じゃーん。はい、14ポイント。あ、はい、何気に2位に乗ってるじゃないですか。まあ予定通りですよね。はい、っていうわけで次回準決勝は、はい、鬼門のネッスさん、セグコさんチームが3番ということ で、はい、じゃあね、
せっかく決勝行くんですから、はい、頑張ってきてくださいね。ありがとうございます。これがいいですよ、優勝すると。また言って、見えてます、見えてます。一応意外ともらったんですけど。そうですよね、意外と多くてびっくりした。あら、ね、この間ね、ちょっと私たち決勝で負けてしまったんで、うん、これが受け取れなかった。 よかったでしょ、これ意外と。まずそうなんです、次勝てばね、その次はいける気がするんですよ。はい、それでは次回も熱いペアパチンコバトルをお届けしたいと思います。それではさよなら。さよなら。次回決勝トーナメントついに開幕。そこには波乱の展開が待ち受けていた。お見逃しなく。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓と男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。